じゃあ撮影行きます。どうぞ。どうしますか。ちょっとおしっこ漏れそう。トイレ行った方が。あ、いいですよ。ちょっと。あ、3人で行こうとしてんですか、アビちゃん。いや、ちょっと車で行かないと。ダメダメ、絶対ダメ。なんで。そういう時はクラウンですよ、クラウン。どういうこと。トランスト企画 LINE スタンプ第3弾。かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。ちょっとはなちゃん早く待ってくださいね。おしっこ。なぜこういう時にクラウンなのか私の方から説明します。何ですか、もう早く手短に早く。皆さんもね、やっぱり運転してる時に急にお腹が痛くなったり、ちょっと急に膀胱がパンパンになってしまってトイレに行きたくなる時あるじゃないですか。あるある、特に高速。そう、そういう時にもうスポーツカーはノンノンノン。なんですか、早くつけた方がいいじゃない。いや、ダメですよ、やっぱこうガタガタするじゃないですか、うんうん、それって刺激になっちゃって。あー、なるほど。余計に我慢できなくなっちゃうんですよ。ちょっと漏らしちゃうかもしれない。はい、そういう時に、うん、もう乗っとくべきなのがこちらの20クラウンなんですよ。なんでやね。そう思ったあなた。こじつけでしょ絶対。こじつけじゃないです。何、どういうこと。証拠ありますか。どういうことですか。私実は、うん、こちらのクラウンは、うん、仙台のクラウンより、うん、疲れにくさっていうところを、うん、すごい極めてるお車なんですよ。あ、ゼロクラに比べてね。はい、はいはいはい、で実際に人間を使った実験もトヨタさんがしてるんですよ。人体実験ですか。人体実験。走りの実験だけじゃない。え、それってもしかしてさ、はい、あのおしっこ限界に我慢してる人を4人乗せるとかそういう感じ。検証企画みたいな。何漏らすかとかそういう感じ。違います、ちゃんと科学的な根拠がありまして、はい、実はこちらのクラウンを作るにあたって、はい、おしっこが関係してるんですよ。何それ。初めて聞いたよそんなの。これ聞いたことないですよね。ないですないです。やっぱうちの番組は有益な動画を お届けする番組ですから。なるほど、はい、じゃあ教えてください。ちょっと実はちょっとね、こちら結構難しい、うん、あの実験になってるので、うん、ちょっと台本持ってきました。お、カンペ。で実はこちらのお車は、うん、疲れない車っていうのをきちんと数値化したお車なんですよ、うん、トヨタ初ですよ、うん、でどういう実験かというと、なんか指標として使用したのが、うん、先ほど言った通り、まあ、おしっこ。ショーの方ですね。ちょっとねよくわからないです。ショー、うん、でおしっこの中には実はアドレナリンっていう、うん、まあ、成分があるんですよ、うん、で疲れてる人間っていうのは、うん、おしっこの中にアドレナリンがいっぱい入っちゃって、うん、アドレナリンの濃度が高まるんですよ。アンモニアじゃなくて。アンモニアじゃないです。アドレナリンも高まるの。アドレナリン。はい、で人体実験ですね、こっから、うんうん、でトヨタでは疲れたドライバーの、うん、まあ、おしっこをアドレナリンの濃度が高まるということで、うん、クラウンに、こちらのね、うん、クラウンに乗せて計測したところ、うん、まあ、乗る前と乗った後ですね、うん、なんと、うん、アドレナリンの濃度が仙台のクラウン、うん、ゼロクラとかに比べて、うん、30% も軽減したんです。すごいね。これはもうリアルな実験ですから。そういうところでおしっこって言ってたんだ。そうです。単に漏らす漏らさないじゃなかったんだ。そうです。で、まあ、そういうで簡単に言うと、うん、まあ、仙台のクラウンより 30% 疲れないよっていう実験が実際になされた。そうだったんだこのクラウン。そうだから、まあ、走りの部分だけじゃなくて、うん、実際に人間が、まあ、運転して乗って疲れないっていうところも、うん、きちんと極められている。そうだったんだ。そうで、こちらの初めて知ったよ、はい、お車はアスリートクラウンアスリートなんですけど、うん、まあ、ロイヤルサルーンっていう結構コンフォートな乗り心地のお車もあるんですけど、うん、こちらは両方の車種どちらも
実験されてるので。アスリートでもそうなんだ。アスリートでもそうなんですよ。へー、なるほど。はい、いやそれは分かったんだけどさ、はい、この車個体に関してはなんか違う意味で疲れそうな気がするんだけど、はい、なんでですか。なんかほら車高も下がってるしさ、タイヤも19インチだしさ、はい、純正ではないですね。後ろはもう真っ暗だしさ、はい、これちょっとなんかさ近寄りがたいような雰囲気で逆に疲れそうな気がするんですけど。いやーそんなことないです。まあ、周りはちょっとあの気使って疲れるかもしれないんですけど、うん、ちょっと近寄るのやめようとか。だけどこれに乗ってれば大丈夫です。あ、逆にね。逆に。あ、で実際、うん、この実験が本当なのか、うん、その疲れないっていうのは実際やっぱ、うん、こう運転してて運転しやすいとか、うん、まあ、乗り心地がいい、うん、例えば段差があっても段差を拾わないとかが疲れにくいにつながると思うんで、うん、そうだね。そこのその乗り心地がいいっていう部分を今日実際検証しようかなって思ってます。阿部ちゃんがおしっこ漏らさなかったら OK とかやめてね。うん、そうですね、そこも重要です。もう頼むよ本当に。阿部ちゃん締まり具合にも寄ってきますけど、もう実はねもう設置してます。はい、助手席をご覧ください。うわーちょっとねえ、色リアルだよちょっと。これライフガードです。あれ俺のじゃないですよ皆さん。これは不健康な色なので、ね、だいぶなんかさ、あと尿酸値引っかかりそうな色してるけど、あれこの色の方はあの直ちに病院に行ってください。これ飲み物ですから、ライフガード。よかったよかった。そうそうそう、東京オートサロンでもらったやつ。いい匂いしてるわ、いい匂いしてる。そうそうそう。じゃあ何乗ってみて、はい、あれがあんまり何こぼれなかったらセーフってこと。そうです、たくみくん方式で実験をやっていきたいなと思います。なるほど。まあ、なので実際いつもの走行ルートだったり、うん、まあ、ちょっと段差があるようなところをわざと通って、うん、まあ、リアルな乗り心地でこの仕様で。これ足ダウンサスかなんか入ってんじゃないのこれ。結構ちょっとほこたての部分ありますよね。扁平タイヤだしさ。そう、まあ行ってみましょうか。はい、はい、早速実験の方していきたいと思います。はい、はい、3.5 リッターですからね。そうですね、余裕の走りなんじゃないですか。これちょっと鍵とか危ないね。ちょっとこっちの方に避けておきましょうか。そうですね、まあ、大丈夫だと思うんですけど。でもさ、ちょっと僕なりの持論を話していいですか。はい、まずあのクラウンってパトカーに採用される車種でしょ。うん、覆面、まあ覆面もそうだし普通のパトカーも、はい、まあ、ゼロクラの時からさもうずっとパトカーじゃないですか。はい、そんな車がね悪いわけないんですよやっぱり。毎日だってね、確かに巡回する車でしょ。そうですね、はい、じゃあまずは普通の D レンジのあれで行ってみたいと思います。はい、こちらですね。大丈夫かこれ、いきなり砂利ですよここ。いきなり砂利。おお。ここだってほら結構そうですね。あ、揺れが、もう揺れがありますね。あれでもなんか液面は全然、あれ全然揺れないぞ。どうなってるの、全然揺れないよほら。これちょっとブレーキ、うん、ブレーキ、はあ、いけるか。うわ全然揺れん。ここから結構曲がりますよ、これ、はい、曲がりますよ。あ、でもなんか姿勢はいいですね、フラット。あ、でもここの先ね、そうです、橋越えるんですよ。さあどうか。うわ60キロですよ。怖い怖い怖い。え嘘でしょ、波も立たなかった。これ伝わってるかな動画で。え、これさ足車高落としてるのにこんなに乗り心地いいわけ。ダウンサス入ってますからね。これやばいっすね。これだってあれでしょ、普通のモード、エコモード、ね、今エコモードです。そっからスポーツ、スノーってさらにモードありますので。スポーツモードって足硬くなるんかな。あどうだろう。ちょっとじゃあ止まったらスポーツモードにしてみましょうか、はい、あーでも全然なんかね全然クラウンって感じ。まあ我慢できてますか、うん、ちょっと一回じゃあスポーツにしますか。はい、
面の M。ホースモード。お、アクセルの突きが違う。あ、この先もね、結構ね、あ、スポーツモード全然踏み、あの初速が違う。あ、この先結構段差ありますよ、この先。この先ありますかね、段差。この先60キロで段差超えたらどうなる。ここの、ここですね。50キロで。ここはい。はい、ここから段差です。おお。何これ全然こぼれないじゃん。あのね、法定速度で走ってる分には全く揺れがないです、ね、そうですね、はい、お、ほらここも結構下って、はい、余裕、はい、余裕じゃないもう飲み物にキャップとかいらないで、いらないね。クラウン、スタバの蓋ももうもらわないでください。本当だよな。クラウン、クラウンの方は。そうそうそう。うん、でもこれはあれでしょ？20からでしょ？そうですね。20からなんですよ。20からなんだ。結構ゼロクラは、まあ、人気じゃないですか。うん、やっぱ走り屋の人とか、うん、そういう人から。まあ、走りやつがね、まあ車好きから人気、ね、うん。そうですね。はい、だけど20はこういう良さがあるんですよ。これは初めて知りましたね。しかもクルコンもついてるしさ。そうですね。で 3.5 リッターでしょ。 3.5 リッターこれ何馬力あるか知ってます？え、これ200とか。いやいや、315馬力ですよ。V6 それでこの乗り心地。 3.5 リッター V6 の315馬力。ギャップ半端な。これはちょっとさ、トヨタさんいい車作りすぎだよこれ。すごいですよね。だってこれもう何年か前の車です。本当だよね。しかもあんなぺったんこなタイヤ履いてさダウンサスも入ってるのにこの乗り心地でしょ、うん、信じられない本当に。でもやっぱ運転のしやすさっていうのも、うん、疲れにくいにつながってますんで、うん、ちゃんと踏むと止まるが できる。マジで信じられないわおそれでもこぼれてないでしょ。全然こぼれてないです。何これちょっと余裕のよっちゃんです。これずるくない？この性能はい、いや本当恐れ入りました。逆におしっこちびっちゃった、すごすぎてもう忘れちゃったでしょ。忘れちゃった、おしっこ引っ込んじゃったよもうほら、いやクラウンすごいです。皆さん言ったじゃないですか。あのね、このチャンネル見てる方結構さ、やっぱああいう車好きじゃないですか。スカイラインとか、そうですね、シビックとかさ、180とか、はい、チェイサーとか。一回クラウン乗ってみてくださいマジで、あの20以降。そうです ねもうやっぱりトヨタが作るフラッグシップセダンは違うよ。うん、本当に。そうですね。しかも壊れないし。確かに。しかも、まあゼロクラとか20の世代だと安い。そうなんですよ。はい。これもね、買い取りで入ってきたんですけど、はい、やっぱり台数もそこそこあるし、うん、そうだね、壊れにくいから、うん、あの生きてる価値も高いということで。はい。わざわざ、いやもうちょっとやっぱりね、価値観変わっちゃいますねあのこういう車乗ると。そうですよね、うん、でもこれほら、これ 3.5 リッターじゃないですか、はい、で 2.5 のアスリートもあるんですけど、うん、乗るんだったら 2.5 の方がおすすめかなって思います。まあそうですね、よりちょっと経済的なところで見たら、はい、2.5 の方が魅力的かなって、うん、まあ、2.5 でも200馬力以上ありますから。わお、全然あの普通に街乗りする分には十分です。うん、うん、3.5 リッターだと高速対応する方とかね、うん、余裕の追い越しとか、はい、まあ、できると思うんでいいかもしれないんですけど、はい、よく普段ね、例えば今の GR86 とか、はい、1個前 ZN6 の FT86、うん、あれを紹介するときにさ、あの自分の好きなようにカスタムできるからすごくいい車ですよってお伝えするんですけど、はい、このクラウンも割と自分の好きなようにカスタムできちゃうんだよね。車外パーツもあるんですか？車外パーツはね、笑っちゃうぐらいいっぱい。笑っちゃうぐらいあるんだ、はい、まあ、ただ、はい、大体のカスタムの方面っていうのは割と決まってるような気がしますね。
まあこういう系ですよね。まあ、これなんかまだ全然あのライトの方っていうかさ、はい、ちょっと大きいメッキホイール履いてるぐらいで、あと車高ちょっと落としたぐらいですけど、うん、もうなんかもう極めようと思えば何でもできちゃうですよね、うん、ビップ系を極めようと思えば。確かに。であとはあれですよね、無理やり MT 乗せ替えてドリフトしてる人たちも中にはいますし、すごい、うん、ゼロクラの時代は D1 車両とかもありましたからね。お、そこまで出てたんですね、はい、あの B レーシングの今井さんが作った車とかあったんですけど、なんかね本当にこう車をいろんな方向で見てると、はい、これを普段乗りにするのは割とありかもしれない。そうですね、うん、しかも結構今年なんかファミリーカーとかに困ってるオーナーさん多いじゃないですか、うん、絶対これだと思う。そうですね、まあ、ただこの20はあの 2.5 も 3.5 も全部廃屋指定なんですね。そこだけちょっとね。ああ、そうなんだ。とゼロクラはレギュラーでもいけるんですよ。おー、ね、20からはもう廃屋指定になっちゃったんで、そこだけちょっとあれですけど、ネックですね。ネックですけど、これ例えばさ、後ろにご家族乗せた時にさ、お父さんの車後ろだってリクライニング。すごっ。しかも電動。スイッチで。しかも電動です。素晴らしい。でシートヒーターあるでしょ。でこのシェード。うん、シェード自動で降りたり、はい、あとは何オーディオ AC もここで操作できちゃう。操作できちゃう。でこうやれば普通に5人乗れるし、でこの新幹線のようなグリップもついてるから、はい、いざ飛ばすっていう時はこう、うん、捕まってなさいって。そうでサンルーフついてるでしょ。あ、本当だ。でここにもこうエアの引き出し口あるし、はい、でこの読書灯もあるし、はい、豪華装備で、さっき乗った通りとても運転しやすいですよね、うんうん、ハンドルも全然重くないし、はい、乗っちゃえば割と大きい感じがあんまり感じないから、うん、女性でも全然余裕で運転できちゃう。そうなんですよ。だからいるよね、今女性でクラウン乗ってる人ね、うん、すごい羨ましくなる、うん、いや皆さんクラウンですよこれからは。ゼロクラか20クラウン。そうですね、ここ狙いましょう。はい、新型じゃないです。30万くらいで車買ってきて、はい、もう自分でうまく直して乗りましょう、2年。確かにね、いいですよね。で税金来る前に売っちゃえばいいんで、はい、いやーなんか乗れば乗るほどクラウンいいなって思っちゃうな。そうですよね、うん、私も本当トラスト企画で勤めてからクラウン乗るようになって、うんうん、もう何これってなりましたもん、うん、乗り心地で。なんかあんまりこう中古でクラウンこれに乗っててもあんまりこうなんていうんですか、うん、舐められないっていうか。そうですね、やっぱり年配の皆さんのイメージだとやっぱクラウン高級車のイメージあるんでしょ。そうですね、いつかはクラウン。だからこれに乗っててなんだろう、ちょっとこう恥ずかしいとかは、恥ずかしいって思うのは同業者の人たちだけですね。あ、すごい、あのお家クラウン乗ってるんだってなりますもんね。そう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 、でもあの方は安いんだよとかって言って同業者の人しか分かんないから、うん、そこは無視しましょう。あとは無視しましょう、はいはい、でさっき言った通りこのゼロクラとか20のクラウンってもういっぱいあるし値段とかね、はい、つけにくいところではあるんですけど、うん、あと世代的にもまだ安い時期の、ね、そうですね、お車なので、まあ、ただ一般的な買取店に出すよりこういう仕様になってる車に関してはトラスト企画にご依頼いただいた方が、はい、きっと懐の方が少し温まるのかなっていう気はします、うん、そうですね、実際このお客さんも、はい、都会の方からわざわざ筑波店まで。え、これ同じ茨城県の人じゃないですか。違います、違います。なんかその辺で走ってそうな仕様ですけど、なんか港系のところから。あ、そうなんですね。わざわざ来ていただいて。なるほど、持ち込みで、はい、ありがとうございます。いやでもね、この車に乗るセンスはいいと思います、うん、今からね。そうですね、最近乗るのはすごくいい、はい、はい、まあ、という感じですので、トラスト企画はプリウス、クラウン、
あと何カローラ、はい、もうトヨタの主力一般車種、はい、買い取り大歓迎です。大歓迎です、はい、で特に少しカスタムしてあるやつとか、あ、いいです ね、そういった部分をちゃんと評価して買い取り価格に反映させていただきますので、何も考えずにディーラーの下取り出しちゃいますとか、うん、あの名前だけ売れてるところに査定出しちゃいますっていうのじゃなくて、あ、そういえばトラスト企画っていうところにも一歩入れてみるかみたいな、はい、まあ、ライトな感じでねご相談いただければいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな終了。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。